アレックス・パターソンは、イングランドのミュージシャンであり、アンビエントハウスグループである、ジオーブの共同創設者であり、それ以来のメインメンバーとして活動している。パターソンは、1970年から1979年の間に、キリング・ジョークのベーシストとなるユース、ット・マーティング・ローバーと一緒に、オックスフォードシャーにある、キングハム・ヒルスクールに通っていた。 パターソンは1980年代にはキリングジョークのローディーとなり、後にバンドが署名したレーベルである Easy レコードの A&R として働いた。ニューヨークのラジオ局、とりわけ98.7キッス FM の番組、チャックチルアウトは彼の音楽の方向性を推進する力となった。1970年代後半、パターソンはバンドブラッドスポートのために歌い、 キリングジョークのライブ公演でも DJ としてプレイを行った。1989年にユースとアレックス・パターソンはワウ・ミスター・モードレーベルを開始した。ナップソリー、マナーシャ、ビム・シャーマン、ジャー・ウォーリアーなどのアーティストによる一連のインダストリアルテクノダブとヘビーサウンドシステムダブを扱ったレーベル初期リリース作品は長い間廃盤となっており、 高額で個人販売されている。1990年にジオーブがザ・ KLF のサイドプロジェクトとして認識されていくというパターソンの懸念から仲間でジオーブの共同創設者であるジミー・コーティとのコラボレーションは終了した。パターソンはジオーブの名前を継承した。最近になりトランジット・キングスとしてコーティとパターソンは再びコラボレーションを行っている。 パターソンはまた、クリス・ウェストン、ロバート・フリップ、トーマス・フェルマンとのコラボレーションであるファスト・フォワードにも関与した。パターソンは30年にわたってベジタリアンである。ありがとうございます。